オリンピックこと睡眠マルクでございます。テーマノックアウト。昔昔の話ですよ。だいたいこういう方がそうやっていうのは昔よ、今は絶対ないよっていうなんか前置きだよね。こういう方ってのはどういう方のことですか。あのヒデボーとか睡眠マルコとかそっちそっち継承が略されてるんですね。呼び捨てで昔昔の話です。そうですね。コンパでクラスメートの大半で飲みに行ったんですよ。おその際にクミちゃんっていう子が酔いつぶれてしまったんですね。まあそんなこともあるだろうと離れたところで飲んでたんですが、クラスメートの今井が私を呼びに来たんです。マルコ、クミちゃんが呼んでるんだけど。え、なんでって思いながらクミちゃんのところへ行くとベロベロで横たわっている彼女もいました。クミちゃんはどうしたのとそばに寄ると私の手を取り、マルコさん、マルコさんと上言のように言い始めました。え、死ぬの、この子死ぬのと思ってると、好き、あ、え、まさかの告白ここで。え、同じクラスになって2ヶ月程度、何この展開、告白って酔いつぶれてするものだろとかいろいろと考えましたが、この告白の仕方にやられました。一発でノックアウト。いやー確かにこれは可愛いね。次の日から付き合うことになったんですが、実はその時来てなかったクラスメートと付き合ってたんですよ。あれその後の、まあどっちが付き合ってたって思うでしょ、うん、もしかしたらこのクミちゃんなのか、マルコなのか。あ、クミちゃんじゃないの。あ、その後の別れ話から、まさか彼女が包丁を持って枕元に立つ日が来るとはこの時の私は考えてもみませんでした。間に何があったの。お二人は別れ方上手ですか。マルコだな、付き合ってた。そうだね。はあ、そういうこと。クミちゃんが勢いで言っただけで実は彼氏がいるもんだと思った。うん、マルコがノックアウトされて、うんって言ったもん。うんって言うな。ノックアウトされんな。最初の昔昔がそれね。クミちゃんだったら別につける必要ないさ。そうね、前のことなんですがみたいな。そうね、昔昔って書いてある。本当にどこにも刺し傷がなく生きてるの不思議ね。うん、うん、っていうか どんなしたらこんななるの。包丁持ち出すね。あ、ひどかった。よっぽどひどかったんですよ。スズミマルコ、逆にそこ聞きたい。どんなしたらそんなことになれるのか、うん、あんまりラジオで話せないことなんだろうね。そうか、ね、昔昔って書いて送ってきて。魔法の言葉、ね、うん、昔昔魔法の言葉昔昔。ありがとうございます。たくさんのメッセージ来ておりました。